バケットヘッド、1969年5月13日隊は、アメリカのギタリスト、ミュージシャン。これまでにソロアルバム、ビル・ラズウェル、ブーツィー、コリンズ、システム・オブ・ア・ダウンのサージ・タンキアンとのコラボレーションアルバムをリリースしており、名人芸とも言えるギターテクニックを持ち、また非常に幅広いジャンルをこなす。ケンタッキーフライドチキンの紙バケツと白い仮面を被っている。また、鳥小屋で鳥と共に育ったというバイオグラフィーを持つ。さらにマスクは、狼に襲われて大きな傷を負っているのを隠すためという。インタビューでは一切言葉を発しないため、その際は、彼のことを一番よく理解しているという友人が、通訳として加わる。2000年から、ガンズ&ローゼズに加入。アルバム、チャイニーズデモクラシーの制作にも参加していたが、2004年に個人的な問題により脱退している。Death Cube K 名義でも音楽を発表している。これはバケットヘッドのアナグラムであり、ソニーレベルとの契約において係争中に使用された。SF 作家であるウィリアム・ギブスンは後にDeath Cube K という名称を作品アイドル中で酒場の名称として拝借している。雑誌、リボルバーでのインタビューにおいて、オジー・オズボーンは、自らのツアーオズフェストにおいて、バケットヘッドに演奏を依頼したが、変装せずに演奏することを、バケットヘッドが拒否したことを明かしている。2005年には、バケットヘッド&フレンズ名義で、エンター・ザ・チキンというアルバムをリリースした。デス・バイ・ステレオのシンガーであるエフレム・シュルツらとのグループである。このアルバムは、バケットヘッドのギタースキルとともに古風な思考であることが挙げられる。メインで使用している白い改造レスポールには、キルスイッチと呼ばれる回路を遮断し音をミュートするスイッチが搭載されており、キルスイッチを用いた独特の奏法を駆使する。バケットヘッドは2011年から自らのレーベル、バケットヘッドランドでパイクシリーズと銘打った作品群を発表しており、270作品を超える膨大な量となっている。詳しくは W バケットヘッドディスコグラフィーパイクシリーズを参照。According to Footage of the Vinci 3 Video, May 13 is Carol, S Birthday, 1969 can be reduced, from the December 1989, issue of Guitar for the Practicing Musician, stating his age to be 20 years. ありがとうございます。